6番井上。バファローズこの回1点を入れています。さあ先制に成功、なおもその点差を広げていこうかというところです。いい流れになってますから勢いに乗ってどんどん行きたいですよね。はい、さあここも続くことができるでしょうか。ここはゲッツー狙いのボールには気をつけたいですよね。そうですね。また初球、伸びる、伸びていく、フェンスダイレクト。サードランナーがホームに帰っていきました。ファーストランナーもホームイン。バファローズ追加点を挙げました。4対0、これでリードは4点となりました。ご覧いただきましょう、タイムリーが出て点差を広げます。そうですね、この流れに乗っていきたいですよね。立ち直るきっかけを与えません。初回から優位に立っています。